2021年4月1日時刻は21時6分です。初めての動画投稿、どうも。名前決まってないんでちょっとあれですね。まあネットに本名を晒すっていうのはまあそのネットリテラシー上あんま良くないんで、まあその名前は決まったらつけたいと思います。僕がどういう人かっていうと、まあYouTube で YT っていう、YT ビートっていう、そういう名前で動画っていうかビート上げてます。で、今回なんで動画を作ろうと思ったかっていうと、まあ僕の友達と昨日電話してる時に、まあ、YouTube ビート以外の自分のパーソナル部分とかやってみたらどうだっていうふうなことでちょっと言ってもらって、でまあやってみようかなっていうふうに思いました。でまあ何がしたいかっていうと、まあ別に何かしたいとか、なんかどういう動画上げたいとかそういうのって決まってないんだけど、で強いて言うならば、今友達3人でずっと10歳ぐらいの時から今まで今26歳なんですけれども、まあ、人間関係が続いてるっていう人たちがいまして、でどういう人物がいるかっていうと、まあ今3人やろうっていう風に言ってる人間がいるんだけど、まあそれを紹介していきたいんだけどもね。まあ、まず僕YT ビートっていう、まあビート作ってる、まあ音楽やってる人っていうことで、まあ1人目で、2人目はコウキっていう、まあ筋肉ムキムキの筋消しみたいな人間で、筋トレのこととかモテる体作りとか、あとオートミールのクッキングとかそういうのをやってるっていう、まあなかなかまあ癖の強いやつですね。で3人目がまあめちゃめちゃぶっ飛んでる、まあカナダにぶっ飛んでたそのまあ人間なんだけども、まあそれは素人から動画作成を始めて、でまあ最初のクオリティっていうのは本当に素人クオリティだったけど、今はもうプロのクオリティとして、アーティストのミュージックビデオとか撮ってるようなそんな人間がいますね。でそれぞれ住んでるところはもう全然違って、まあ僕愛知に住んでて、そのまあ金消しの後期は広島に住んでて、でプロのムービーメーカーのやつはまあカナダに住んでるというところで、まあ3人で兼ねてから、まあ音楽、筋トレ、動画撮影っていうような3つのジャンルでつながれたら面白いななんていうふうに話してたんだけど、まあいつつながんねんっていうところで、とりあえずなんか始めようっていうことで、まあ今回チャンネルを作ってみました。で、これがまあ1本目の動画になるんだけれども、まあ今後どんなことをやっていくかっていうのはマジで何にも決まってないです。でまあそんな感じで、まあとりあえず1本目動画を上げてみようっていうことで僕が先陣切ってやってみたんだけども、まあどんぐらいの頻度で出てくるかっていうのを全然決まってなくて、明日かもしれないし明後日かもしれないし、まあ3ヶ月とかそんな感じかもしれないし、まあそれは気分でやっていこうかなって思ってますね。まあ思いついたことをなんか企画とかそういうのも含めてやっていけたらなっていうふうに思うんで、まあ次まあ誰が動画上げるかっていうのは分かんないけど、まあとりあえず今日はこんなクオリティで、まあこのクオリティっていうのもね、回を重ねるごとにまあ高くなっていくかもしれないし、まあずっとこんな感じかもしれないしっていうことで、まあ多分見るのはまあ自分が見て見返してまあこんなことやってたんだなっていうふうに思えたらいいし、はたまたもう何ていうの、この3人以外の全然知らない人が見てくれて、うわーいるんだこんなやつらっていうふうに思ってくれても面白いしっていうふうに思って。まあ何をやるかっていうのはマジで決まってないし、まあ誰に向けて発信するかっていうのは決まってないし、まあただ一つ言えることがあるとすれば、まあ自分が楽しめたらなっていうことでやっていきたいなっていうふうに思うんで、まあ今こういうふうに話してるっていうのは、まあ全然打ち合わせ他のメンバーとは何にもしなくて、まあこの動画を見てメッセージを見て他のメンバーが次どんな動画を出すのかなっていうのも自分自身も楽しみなんで、まあ一緒に楽しんでいけたよなと思うんで、よろしく。じゃあまた次の動画で。